あなたがこの動画を見ているということは、狙っている相手がいて告白したいと考えているということだと思います。ですが、ただ勢いで告白するだけでは失敗に終わってしまうかもしれません。そこで今回は、告白の返事を限りなくイエスに近づける極意を9選お伝えしたいと思います。まず1つ目の極意は、告白前の前準備についてです。明日相手に告白すると思うと緊張して眠れなかったりするかと思いますが、睡眠不足のまま告白してしまうと振られてしまう場合もあるので要注意です。なぜかというと、とある大学の研究では、前日に睡眠を5時間取った人と8時間取った人では、その魅力に 4% の差が出たということです。わずかな差だとしても、少しでも勝率上げておきたいですよね。つまり、前日により多く睡眠を取った方が相手から魅力的に見えるんです。おそらく目の開き方とか声の張り、肌のコンディションなどを微妙に差が出るからでしょう。寝不足だと頭の回転も悪くなりますよね。だから、告白すると決めた日の前の夜は、しっかり睡眠時間を確保してよく眠って本番に備えてください。極意2つ目は、告白のベストタイミングについてです。告白にはタイミングが大事ですよね。実は木曜の夕方から夜にかけて告白すると成功しやすいです。なぜなら、平日が仕事で土日休みの人は、木曜の夕方から夜にかけてが一番疲れています。断るという行動は脳にストレスを与えます。脳が疲れていると、無意識にストレスのかかる言動を回避したくなるので、断りづらくなるということがあるんです。で、金曜日になると翌日が休みということで、ドーパミンなどの快楽ホルモンが出ていて、疲れを感じにくくなっています。だから、金曜日ではなく木曜の夜が最も効果的なんです。極意3つ目は、告白する手段。 LINE とか電話で告白した方が緊張しないし、もし振られた時に気まずくないからいいなぁなんて思ってませんか？いえいえ、告白する時は LINE や電話などではなく、直接相手と会って告白しましょう。なぜなら、相手が目の前にいることで告白を断りづらくなるからです。先ほどもお伝えしたように、断るという行動は人の脳にストレスを与えます。断って相手をがっかりさせたり、関係が悪くなったりしたら、やだな、どうしようという不安や罪悪感が生じるせいです。相手が目の前にいると、相手の反応がよく見えるので、その分ストレスがかかります。だから、告白を断りづらくなるというわけです。それに、心理学で有名なメラビアンの法則でも、言語情報って人に影響を与えるのは 7% しか伝わらず、視覚情報が大半だと言われているので、きちんと目を見て伝えたいですね。極意4つ目は、食事デートの後に告白するということです。告白するタイミングでもう一つ重要なのが、食後に告白するということです。お腹がいっぱいになっていると、消化にエネルギーを使うので思考が鈍ります。そのタイミングで告白されると、無意識にストレスがかかる行動を避けた結果、断りづらくなります。心理学のランチョンテクニックでも、美味しい食事をしながら話すと相手に好印象を与えやすいというものがあります。人は口に物を入れているとき、口の中の感覚に意識が向きます。思考が食事に集中するため、普段より判断力が鈍くなり、相手の話を受け入れやすくなるんです。また、美味しいものを食べると快楽感情が生まれます。人は快楽を感じたら、その時一緒にいた相手や話題も同じ印象と結びつけてしまいがちです。そのため、美味しい食事をした時は、一緒に過ごした人や話の内容について、魅力的な人だったなとか、素敵な話だったと好感を抱きやすくなるんです。こういうわけで、相手と一緒に食事をした後に告白すると成功率が高くなります。極意5つ目は、ムードある場所で告白するということです。告白する場所も重要なポイントです。周りがざわざわしていたりとか、明るくていろんなものが見える場所だと、相手の意識は散漫になります。そして、あなたに集中できなくなります。ですが、暗い静かな場所だと、意識が他のことに取られにくい分、あなたに意識が集中します。また、暗い場所だと目の瞳孔が開きます。人は恋をしている相手を見ると瞳孔が開きます。すると、それを見た相手も脳が勘違いを起こして、あなたに恋をしてしまう可能性があります。また、瞳孔が開いている方が魅力的に見えるという研究結果もあります。なので、告白をするときは静かで、なるべく暗い場所を選びましょう。ただし、暗すぎても相手に不安や恐怖感が抱いてしまうので、暗すぎないところにしましょうね。極意6つ目は、相手の左側から告白するということです。
ここまで告白の前夜、タイミング、場所についてお話ししてきました。ここから先は具体的な告白の仕方についてお話しします。とある研究結果では、右耳から話しかけた時と左耳から話しかけた時では、左耳の方が感情的に聞こえて、内容も記憶に残りやすかったとのことです。ですから、お店だったら相手の正面に座るよりも、左隣とか斜め左に座れる席を選ぶといいでしょう。それが無理な場合は、食後に公園など薄暗い場所を歩きながら相手の左側から告白するといいです。極意7つ目は、落ち着いたトーンでゆっくり話すということです。人の脳は早口で話すのを聞くと説得力を感じ、ゆっくり話すのを聞くと魅力を感じます。ですから告白するときは、なるべくゆっくりと感情を込めて話してください。そうすれば相手はあなたに魅力を感じるので告白が成功する確率も上がります。極意8つ目は、楽しい会話をして場を温めておくということです。人は幸福感を感じているときに質問されるとポジティブな回答をしやすいものです。ですから告白の前には相手の好きなものの話をたくさんして相手を楽しい気持ちにさせておきましょう。例えば相手の趣味の話を引き出しておいて、あなたは聞き役に回り、うまく相槌を打つようにするといいでしょう。共感できるところは共感して話を合わせてあげましょう。相手の好きなものがわからない場合は、率直に何が好きなのか聞くのもいいですが、恋愛の話をして相手の心をキュンキュンさせておくのも有効です。ただし、過去の失恋を思い出させるような話は避けましょう。極意9つ目は、告白の決め台詞についてです。次は告白のセリフについてです。これ気になりますよね。告白の時、自分の熱い思い、なぜ付き合いたいと思ったのかなど、いろいろ理屈を伝えたくなるものです。でもシンプルが一番なんです。心理学の研究で告白の中でも単純型、懇願型、理屈型とこの3つの中で単純型が一番成功率が高いということが分かっています。〇〇ちゃんのこと好きだから付き合ってとストレートに言うといいでしょう。キザすぎると失敗する傾向にあります。ロマンチックなセリフといっても、君は空から舞い降りた天使だなどと臭いセリフにならないように、ちゃんと言ってなかったことがあるんだけどずっと好きだったんだよね程度に留めておきましょう。大事な話があるんだけどとか、今まで伝えてなかったんだけどなど前置きの言葉を入れると、日常会話から切り替えるきっかけになります。また最後に、必ず付き合ってというのは相手に好印象を与える言葉だからです。付き合ってほしいという言葉がないと、あなたが具体的にどうしたいのかはっきりわかりません。それに、ちゃんと付き合ってということによって、その場で相手にイエスかノーかの選択を迫るわけなので、お茶を濁されるということもないというわけです。はい、ここまで告白を成功させる具体的な方法について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。要点をすべてまとめると、前日の夜は早く寝る、木曜の夜に相手と食事に行き、相手の好きなものの話をたくさんして、その後暗くて静かな場所で左側からゆっくりとした口調で告白をする。告白のセリフはシンプルなセリフに、付き合ってという言葉をつけるということです。